찬바람이 쌩쌩 불며 동장군이 맹위를 떨치던 어느 날, 주한일본 대사관 공보문화원에선 그 찬바람을 막아줄 따뜻한 공연 행사가 열렸는데요. 바로 한일 양국 합창단이 함께하는 콘서트, 노래를 통한 한일 교류, 하트 투 하트 콘서트입니다. 毎年クラブの合唱団この時期にコンサートをやっているんですけれども、前のチャリティーコンサートから数えてちょうど記念の20回目になるコンサートということで、非常に感慨深く嬉しく思っています。元々ソウルの日本の会社から派遣された駐在員を中心に結成された男性合唱団なんですけど、今はもう日本人も帰国者も多くて、それよりはもう韓国の方にもいろいろ参加していただいてですね、もう韓国の方とも一緒にソウルで活動している男性合唱団です。今日もですね、元々日本人のメンバーだけではなくて他の韓国の男性合唱団からもサポートいただいてますし、帰国した日本の OB も来て、もうみんなでこういうコンサートを開けること非常に嬉しく思っています。また今後もこういう合唱での交流を続けていけたらと思います。이번콘서트에선여성합창단하모니와북악산록남성합창단의합동무대가펼쳐졌는데요관람객들을위해다채로운공연들로준비했다고합니다여러분도준비되셨나요첫번째무대는여성합창단하모니였는데요1982년창단된한일여성들로이루어진합창단으로홈콘서트한일축제한마당등각종공연을통해여성특유의섬세함과아름다운하모니로한국과일본의문화교류에각요역할을하고있습니다여성합창단하모니의매력에한번빠져볼까요다음무대는일본기업의남성주재원들을중심으로이루어진북악산록남성합창단입니다2000년부터시작해20년동안양로원이나고아원등을방문하며봉사활동과공연을통해한일화합과문화교류의여러방면으로활동하고있다고하는데요남성특유의힘있고역동적인무대함께감상해보시죠어느새준비된모든공연이끝나고모든참가자들이무대위로올라관객들에게감사의인사를건넸습니다감출수없는아쉬운마음에관객들의소감도들어봤는데요皆さん一生懸命練習されていたようで本当に楽しく歌ってらっしゃる様子がとても伝わってきて気持ちよく拝見させていただきました
歌の力は素晴らしいです。한일양국의합창단이함께하는콘서트노래를통한한일교류한국과일본이서로를더욱이해하고파업할수있는계기가된하트투하트콘서트이열기가얼어붙은한일관계에따뜻한훈풍이되기를바라며 W 리포트도함께응원하겠습니다.